ジョーです。今回は爬虫類市場でお迎えした生態第2弾ということでやっていきます。ボールパイソン関連でチャンネル登録をしてくださった方にはちょっと申し訳ないんですけど、今回2匹目を迎えしている爬虫類っていうのは、ヒョウモノトカゲモドキ、いわゆるレオパです。で、なんでレオパ今回を迎えしたかっていうと、うちにギャルピシーのペアがいて、で、おそらくメスであろうレモンブロッサーがいて、スーパーマックスのギャラクシーのブリーディングをね、もうちょっとね、こう、熱くしたいなと思ったんで、レオパも探してたんですよ。今回はたまたま行った時に、まあ、これもブリーダーさんなんですけど、面白い個体が出てたので、お話をしっかり聞いて購入してきました。では、早速生態の方を見ていきましょう。はい、ということで今回ね、お迎えしてきたのが、モルフ名で言うと、スノーエクリプス、ポッシブルヘテロンラプタなんですが、この子の親の情報を見ていくと、お揃いの方が、ハイパーザンティックのノーストライプエクリプスヘテロラプタとなってます。で、メスの方がストライプヘテロエクリプス。なので、子供はエクリプス表現とスノー表現を受け継いだとなってます。で、ハイパーザンティックって何なのっていうところなんですけど、まあ、アザンティックとかね、ボールパイソンでありますけど、それは黄色の色素がなくなったやつ。なので、白黒とかモノトーンになる。ハイパーザンティックっていうのは、黄色の色素をガンと上げたような感じ。で、黒もちょっと濃くなったよね。って言ったらメリハリを強くしてるような、そんなイメージを持ってもらったらいいかなと思います。まあ、選別交配かなとは思うんですけど、ハイパーザンティックって名乗れるのはやっぱりハイパーザンティック同士での子供しか言えないし、しかも出どころも、ちゃんとこのハイパーザンティックっていうのをブリーディングしてるブリーダーさん、海外のブリーダーさんから入れた個体じゃないと言えないよねっていうことで、まあ、実質今回お迎えした個体っていうのは、ハイパーザンティッククロスっていう名前がついてます。で、もちろんそういう風に説明も受けてます。ブリーダーさんから聞いて、まあ確かにさそうだよね、っていう風な感じでお話をしててお迎えしてきた一匹となってます。で、なんでこのハイパーザンティックを購入したかっていうと、この黒と黄色のメリハリっていうところ、ちょっと面白いなと思って、僕結構スーパーマックスノーとかギャラクシーが好きなので、まあ、そこの白と黒しっかりメリハリをつけたいなと思ってるんですよ。最近のスーパーマックスノーとかギャラクシーって、いわゆる黒い模様、ピグって言うんですけど、このピグがね、細かくて細かくて、個人的にめっちゃ汚いというか好きじゃないんですよ。なんかね、最初スーパーマックスノーが日本に入ってきた時、もっとね、ピグがでかくて、チョコチップみたいなね、表現してる人も多かったかなっていうぐらい、黒い模様が大きくて、白の地肌がすごく際立っててっていうような感じだったので、やっぱそういう個体が好きなんですよ、僕はね。クオリティにこだわりたい。ギャラクシーにしろ、スーパーマックスのにしろ。出ればいいじゃなくて、昔に出回ってた大きいピグで、白い地肌は白い地肌ですごいメリハリがついててっていうような、これぞスーパーマックスの最初入ってきた時こんなんだったよねって思わせるような個体をしっかりと作っていきたいなと思った時に、ちょっとこのハイパーザンティックの血が入ってると面白いんじゃないかってことを思って、その場で衝動買いしてきました。で、この子もおそらくメスっていうことで、うちのギャラクシーとかけると、まあ、エクリプス表現も出てますし、マックスのエクリプスになるのか、ギャラクシー、いわゆるトータルエクリプスになるのかもどっちかなので、まあ、この2分1引けたら面白いかなっていうふうに思っております。まあ、どっちにしろマックスのエクリプス引いたとしても、そこで選別して、また親とかけたり、その子供としてかけたり、いろいろできますので、まあ、そこはそこで楽しみかなと思います。まあまあ、ゆくゆく、ちょっと時間があれば、まあ、エクリプスって何なの？マックスノーって何なの？とか、そういうあたりもね、まあ、来れたらいいかなとは考えています。ということで、今回の動画はこれで終わります。ぜひ、低評価、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、また。